こんにちは、白井ミュージックの白井としみつです。白井ミュージックの YouTube チャンネルでは、主にドラムを中心とした楽器の紹介や解説、ドラムトークの配信などを行っております。音楽、楽器、ドラムが好きな方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。さて、今回はタイトルにある通り、ドラムを始めたい人のためのドラム講座その1ということで、いやー、僕がやることじゃないんですよ。でも、これね、今回やんなきゃいけないんです。その理由はこちら。はい、この映画ですね、今年8月26日公開ということで、この映画のね、ロケ地として白井ミュージック、バンバンバンと使われております。実は、私も出演しております。ぜひ、劇場に見に来ていただけたらと思います。この映画なかなか尖ったストーリーで、まあ、コンプラ違反をした鬼刑事がですね、左遷された先が、警察音楽隊と、そこで、まあ、ドラムを始めることになるわけなんですけれども、なかなかね、そういう人をペルソナにしたドラム講座難しいので、何となく僕今回思ったのは、まあ、大人の人、ね。で、まあ、ドラム興味あったけど、ちょっとバンドとかね、そういうのとも違って、ちょっとあんまりやろうかなと思ってなかったけど、ちょっと興味本当だな、みたいな人を、ペルソナにしております。この機会にドラム始めたい方は、ぜひよろしくお願いします。そして今回のこの講座企画ですね、ドラムの講師の方も、呼んでインタビューとかしてですね、なんかこう、やっていこうと思っております。ツイッターで呼びかけましたら、もうすでに数名ですね、お話をいただいておりまして、なんかこうね、ドラムを始めるきっかけのね、どんな風に始めるといいよとか、こういうところにこういう先生がいますよみたいな話がね、できるといいなと思っております。さあ、まず何の話をするべきか、楽器屋なのでドラムっていう楽器の話は今まで散々してきているんですよ。で、それはね、いろいろ見てもらうことが、このチャンネル登録していただくとできると思いますので、今回はですね、やっぱり演奏の話になるべくしていこうと思います。で、まずですね、このスティック、こちらだけはまず自分のやつ買った方がいいと思います。概要欄にですね、リンクを貼っておりますが、これからですね、どんなジャンルの音楽をやるのかもよくわからない、そんな方がですね、最初のスティックとして購入するのに、これがいいだろうということで、私がデザインしたスティックです。白井ベーシックドラムスティックスという形で、販売しておりますので、まずこのスティックは最低限、もう今からポチりましょう。はい、ポチっていただきまして、じゃあ動画再開、してくれましたね。スティックを買ったらですね、次にしていただきたいのが、自分の住んでいるところですね。私だったら、じゃあ豊橋市、ね。そして次に、バンド練習。そして、スタジオレンタル。はい、こんな感じで、ググっていただきますと、ほら出てきました。白井ミュージックもね、こういうスタジオレンタルしておりまして、個人練習で1時間ね、500円からレンタルしています。ドラムはそういう風にね、スタジオに入って個人練習で始める方っていうのはすごく多い。白井ミュージックでもですね、平日の昼でもですね、夜でもですね、日曜日に入る方もいらっしゃいますね。個人練習でドラムをガンガン、叩いている方いっぱいいらっしゃいます。ぜひ皆さんね、こうスタジオに一人で入るのも楽しいので来てください。もしですね、このスタジオがない場合ですね、まあ、ドラムセット買って消音するという方法とか、電子ドラムを買うという方法とか、いろいろありますので、そのあたりはですね、まあ、この講座の、ね、中で、ちょっとずつ、説明していこうと思います。もし興味ある方はですね、白井ミュージック、消音ドラムとか電子ドラムとかで、がっつり解説しているものもありますので、そちらの動画を見てください。では、内容に入っていこうと思います。今日やるのはですね、スティックの持ち方、スティックの持ち方を3種類説明します。そして、足ですね、を使ったバスドラムの説明、ハイハットの説明、そして、まあ、ここに真ん中にある小太鼓ですね、スネアドラムの説明ですね。以上の項目でやっていきます。
さあ、それではスティックの持ち方の話をしていこうと思います。練習パッドっていうのがありまして、こちらですね、ちょっとスネアの上に置いときます。いい点はですね、スティックをこれに当てると音が小さいし跳ね返ってくるんですよ。なのでスティックの練習を自宅でもできるということで、こちら使います。まずですね、親指をこのベーシックドラムスティックスの M のあたりですねにつけます。で、親指よりもこの先のチップ側に人差し指、そして親指よりもこのグリップエンド側に中指、このようにね、持ちまして、薬指と小指をこのように添えます。スティックのこのグリップエンドはこっちに来てもいいし、こっちに来てもいいですね。これはね、人によってしっくりくるのが違うと思います。その後の叩き方もいろいろ変わってくると思いますけれども、どちらも使えるようになっていきますので、まずどちらからでも大丈夫です。では、親指と人差し指を中心にグリップするという方法を一つ目解説しようと思います。そうするとですね、中指、薬指、小指はちょっと添えるぐらいになるんで、こことここでグリップすると、こうやってスティックの先がね、こう上がってくるんですよ。こんな感じでちょっと打ってみると、このように打った後にスティックの先がね、こう上に上がります。次ですね、中指と親指を固定して、人差し指と薬指、小指、こちらをですね、軽く持つ感じにすると、打った時にですね、こう、チップが、こう、親指がこう押さえつける形になるんで、ちょっと先が下がるんです。そうすると、こうやって跳ねます。うん。これ右と左で跳ねさせると、ね。こんな感じになります。次。小指と薬指、こちらでグリップして、この先3つをね、添える。さっきから使ってるこの親指、人差し指、中指ね、こちらを中心にした感じではなくて、薬指と小指を中心にした感じにすると、こうちょっとこう、止めた感じの、打って、こうね、スティックを止める。こんな感じの打ち方ができます。はい。この3種類ですね。だんだんこの3種類、まんべんなくやっていけばいいと思いますが、普通のドラムの先生は、この跳ねるやつを最初に説明しない方が多いと思うんですけれども、この跳ねるのね、気持ちよくて楽しいんですよ。ちょっとこうやってやると、これ、スネアでやってみますね。楽しそうでしょ？これなんかできるようになりたいなって思いませんか？そういうのがね、目の前にあるとスティックでこう練習してるのが楽しくなるので、この跳ねさせる、この練習をするといいと思います。で、初めはこう1打目がね、こう大きな音になってしまうように、リバウンドしてしまうと思うんですけど、コツとしてはですね、こうつなげるときはこっちを上げてこうやって下げていく、この先の高さをなるべく変えないようにこうやってリバウンドさせていくんですよ。そうするとこういう跳ね方になります。はい、だんだんね、この指もね、こう押さえる力が強くなっていくんですけど、なるべくこの先をこう上げずに、こういう感じでやると割とこういうつなげる奏法ですね。これロールの中でもバズロールというね、バズるのバズですね、ができるようになります。はい、皆さんのスティックバズらしてみてください。ということで、ではですね、実際にドラムセットで叩くっていう練習に入っていこうと思います。足なんですけれども、ペダルでですね、こう右足と左足、まあ
これ難しいんですけどね。難しいんですよ。でもこう、だんだん頑張っていきましょう。まず、初心者の時、僕、かかとを、このプレートですね、のこの、かかと側にこう、プレートあるんで、こうやってね、つけちゃいます。左側もこれつけちゃいます。ね。で、一回つま先でこう、ぐっと踏みつけてください。うん。で、踏みつけた状態を作ってから、右足ちょっと動かしますよ。ね、こうつま先で打ちます。左足もこうやって打ちます。ちょっとね、足元じゃなくてこのシンバルの方見てもらうと分かるんですけど、上がるのは一瞬で、ずっとこうあとはつけとくっていう感じ。まずは練習してみてください。こんな感じで交互にね、という練習をしたり、あと同時にという練習をしたり、してみましょう。大きな音が欲しい時ですね、かかとを上げた方が踏みやすくなる場合もあります。ちょっと踏んでみますね。このようにかかとを上げた状態で、これもぜひ皆さんやってみてください。まずはかかと、僕はね、ついた状態からスタートして、大きな音が必要になったらかかとを上げるというアプローチをお勧めしています。好きな曲ね、かけながら、その曲のテンポをとって、という感じでやれば、なんか、テンポ的にはエジソンとかね、水曜日のカンパネラの、あれとかも、タルッと、こういう、あ、それだけで楽しいなってなりますので、曲聴きながらで、もう一つですね、メトロノームっていう一人ぼっち練習の味方になって大好きな、機械なんですけれども、まあね、スタジオとかにこうレンタルでね、とか備品である場合も多いので、こうこれ今ねテンポ80、比較的初心者の人が、まあ、扱いやすいテンポの一つかなと思っています。この、1、2、3、4、1、2、3、4、ね、このテンポに対してですね、右足を、タッ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 っていう風に、タッ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 、打ってみましょうね。という風になるようにちょっと練習してみてください。次、左足もはい、このように練習してみてください。これね、楽しいんですよ。4回打ってます。で、今回この4回打つというのがね、結構テーマになります。こう自分がね、何回打ってるかっていうのを把握するので、4回っていうのはね、初心者の人でもやりやすいと思います。じゃあ、右手ですね、に行きましょう。ハイハットをどうかな？このスティックの先を使って、このハイハットの、このボウっていうんですけど、この面の部分ですね、を打ちます。はい、次にですね、ここショルダーって言ったりしますね。で、このハイハットシンバルの縁、エッジの部分を打ってみます。これちょっと楽しいので、4つ打って2つ2拍ですね、休んでっていうのをちょっと練習してみてください。もし練習パッド持ってる方ですね、こういうふうに右手と左手交互にやったり、両手一緒にやったりしてみると、練習としては楽しいと思います。手と、足ね、ちょっと組み合わせていきたいです。
右足と右手だけでですね、こういう感じです。次にですね、この4回打ってるやつを繰り返します。はい、ちょっと楽しいんですよ。で、次にちょっと左手を入れるんですけれども、さっきの小指と薬指で固定して、この先は添えるだけっていう感じですね。で、これを使って、はい、この練習です。さあ、ちょっと練習してみていかがだったでしょうか。なんかね、これが合うような曲っていうの結構あると思います。なんか叩いてみて、お、続けれるなみたいな感じでね、ちょっと遊んでいただけたらいいと思います。もう一つのアプローチをちょっと説明しようと思います。これはですね、僕がよく通勤時に歩いたりするときにですね、一緒にドラムの練習もしてしまおうという方法です。これは歩くときの動きに近いんですけれども、だいたい歩くとき右足が出たときに右手が後ろに来て、左足がこう出て地面につくときには左手後ろに来てるんですよ。それをドラムに応用するという方法で、右手と右足同時に、左手と左足同時に、これを交互に、これは歩く動きと近いリズムということになります。では歩きながら右手でこの四分音符のリズムを取ったとします。そうするとこの右手でこのテンポで歩いてる気持ちですね。次はですね、さっきの歩いてるテンポをさらに、半分に分割した、ビートをですね、右手で刻みます。やってみますよ。シンバルとかセットがない状況で、パッドだけで練習するときには、右手はこのスネアドラムの端あたりですね、で左手で真ん中で、ね、アクセントをつけます。そうするとはい、このようなリズムになります。さらに右手をハイハットにしていくと、となります。ちょっと左足ね、開けるの難しいと思いますので、まあ、かかとでリズム取るぐらいで大丈夫です。はい、ちょっとね、別アプローチで話をしましたが、こういうのはですね、なんか自分に合う叩き方というのがあります。まずその形ですね、僕は間違っていていいと思うんですよ。ビート的には合ってないんだけれども、その形ができるっていうのをしていって、あとはだんだん修正していって、ああ僕は勘違いしていたっていうふうにですね、やっていけば僕いいと思うので、ぜひですね、とにかくその形ができるようにしてみると、それがかっこよくなったりとか、そういうことっていうのは、まあ、その後考えれば僕はいいと思います。ぜひですね、まずこのビートですね、今回は練習してみてください。さあ、このようにパターンをね、叩いてみましたが、4つ打つというのをですね、またさらに、遊んでみようと思います。ちょっと右足で四分音符を打つということはできたので、それに手をね、入れていきます。
はい、右手4つ左手4つ交互にやりましたね。でちょっとこうせっかくドラムセット他の太鼓もあるから触ってみたいなっていう欲求が生まれてませんか。ちょっと触っちゃいましょうか。はいね、このようにいろんなバリエーションができますよね。曲の A セクションから B セクションに行く、そんな合図の時によく使います、フィルインというやつですね。このようにね、叩けるようになるまでぜひ皆さん頑張りましょう。はい、今日はですねこのスティックの持ち方、そして、リズムパターンへのアプローチ、そして、まあ、他の太鼓も叩いてみるというねことをやってみました。皆さんちょっとできるところから始めていただけたらと思います。では、第2弾もですね、頑張って作っていきますのでお楽しみに。白井ミュージックの白井としみつでした。